はい、どうも皆さん、こんにちは。山田です。イエーイ。お願いします。皆さん、こんにちは。美容総合学科の小関隼人です。1年生です。今回は自分の高校生の大学に進学を決めるときのことだったりとか、一般で入る人へのアドバイスとかをしていけたらなって思ってます。お願いします。まず、中学生の時から美容師になりたいと思ってて、でも高校に入って将来をやっぱ見据えたときに、大学に行った方がいいんじゃないかって周りの説得もあって大学を目指したんだけど、別に大学進学することに別に目標みたいなものはなくて、なんかただ大学に行くみたいな考えで大学を目指してたんだけど、でもやっぱり美容系に行きたいっていう夢がずっとあったから、その夢を捨てきれなくて、大学もやりたいことが特になかったから結構、ね、高いレベルの大学に行こうと思ってて、でもダメだったから、浪人するか美容系に行くかっていういいところないかなって、そう、夢がとにかくあんまり決まって定まってなかったから、本当に浪人するか美容系に行くかっていう二択になって、そこでやっぱり中学生の時からずっと思ってた美容系に進学したいなっていうのを思って、美容系に行こうって決めたのが2月後半、3月とかの、もうギリギリになっちゃったから、本当に。結構遅いね。そう、すごい遅かったから。ギリギリで受けたんだ。美容系に行くって決めたならもう行こうって思って、まあ普通に一般で受けて、受かってみたいな。で、僕も出身が北海道だから、札幌から出てきてるから。そうね、遠いんだもんね。でもずっとやっぱり中学生の時からこの山の短期大学っていうのは目をつけてて、唯一短期大学だから卒業してからも4年生大学に編入ができるから、やっぱそこが専門学校と一番違うところかなって。それだ、それね、すごいいいところやな、山田の。そう、俺は、まあ、編入しようかなって今考えてるし、美容も学べるし普通の大学でのことも学べるし、いいとこ取りみたいな。素晴らしいだからなんかまだ夢決まってないとか、美容師がいいのかなって思ってるけど不安な人、美容師で本当でいいのかなって不安な人とかはやっぱり短期大学っていう選択をすると、将来が限定されるわけじゃないから、そういうところは山田の良さなのかなっていうのは、う、ね、間違いない、間違いない。入ってからもちゃんと自分考えられるから、それな。じゃあ当時してた対策とかテストに向けて。テストの対策は本当に一般で受けてるから、大学受験と同じ感じ。大学受験、多分高校の費用を多分普通にしてれば受かるかなっていう感じです。なるほど、はい、なるほど、なんか、はい、僕は普通に4年のセンターの勉強とかも結構したから、高校の勉強ができてれば問題なく受かると思います。以上です。ありがとうございます。感動。